right, that's Sky Full of Stars by Coldplay. Thank you very much for Hilda Chang, Hilda Tan coming in. All right, now we got one more guest from Keen, and his name is Atsushi Nakagomi-san. はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Atsushi さんは Keen って何ですか？ Keen は、入社して4年ですけど、Keen のブランドに携わって20年目です。あ、そうなんだ、はい、最初のキーの時だね。最初日本に入ってきた時衝撃を受けて、うんうん、はい、そこからちょっとお付き合いが始まってるんですけど、長いですね、はい、長い。今じゃあ担当は何をしてるの？今はマーチャンダイザーというポジションなんですけれど、うん、まあ、靴全般の、品揃え決まったりとか、まあ、日本で何色が売れるかなとか、そういうのを、はい、プランしたりします。日本で何色売れるの？日本で、金イエローですかね。あー、金イエローね、はい、ブランドカラーをしている。金イエロー、金イエロー、金イエローね。あのジョージさんが今、うん、僕履いてる、中込さんも履いてる、はい、はい、僕も今日も履いてますね、はい。でも黄色なんだね。あの日本ってさ、車なんかさ、白と黒とシルバーだらけじゃん。そうそうそう、ね、そうですね、ね、そうそうそう。でも靴はこういう色の色がでも、ね、はい、ちょっとここはせめてブランドを出せてるイエローですね、うん、はい。でこの今今日これ持ってきてくれたこのキーンのイエローですけど、はい、実際これはスペシャルシューズですよね。そうですね、これはですね、まあ、見た目のイエローももちろんそうなんですけど、今回、今年新たに、ウォーキングシューズ、全く今まで世の中になかった発想で作ったウォーキングシューズを発売しました。僕も履いてんだけど、はい、なんかもう一歩歩きたくなるんだよね。あ、もうめちゃくちゃ嬉しいことを言ってくれましたね。その歩くためのアスレチックシューズじゃなくて、もうとにかく歩くことを楽しんでもらうとか、うん、あの、ね、また一歩とかもうちょっととか、また次もみたいな、うん、こうちょっとなんだろうな、面白さを、うんうん、感じてもらいたい、そんなシューズになってます、うん、はい。僕あのいつも DJ は立ってやるんだけど、はい、いつも僕ロッキングしてるのね、はいはいはい、この靴だったらね簡単にロッキングできるんだよね。そうですね、この靴落ち着かない人みたいな。この靴の特徴がまさしくそこで、今ね、ラジオだと見れないと思うんですけど、底、うん、の部分が、カーブしてる、タイヤの一部みたいな形でイメージしてもらえばいいですかね、うんうんうん、カーブしてるような形状になっていて、これがこう歩きやすかったりとか、そ う,、ね、はい、そういった形の、まあ、ここが本当に今までになかった発想で作られたシューズになってます。だから本当歩き始めるとね、本当すごい、ね、楽にどんどん行くんだよ前に。だから僕は実はね、あの足首もよく回るし、はいはいはい、はい、ね、そうですね、もう本当になんかこうね、歩くってなんかこうスポーツなイメージ、ウォーキングって聞くとちょっとなんか古いイメージになっちゃうんですけど、うんうんうん、実はこれ履いてもらうと、おいいなって、うん、結構今いろんな人から言っていただいてるので、はい、ウォーキングシューズ言うとさ、基本的にそういう通り、あの老人の靴みたいなイメージなんだけど、ちょっとそれは言い過ぎね、語弊があるかもしれないですけど、まあまあイメージとしては、うん、はい。でもこれは全然違うもんね、イメージはね。そうですね。あとなんかあのびっくりしたのが、ウォーキングシューズっていうとちょっとあの形がスタイリッシュじゃないものが多いんですけど、うん、はいはい、あのすごいスタイリッシュじゃないですか、はい、だから今日履かせていただいて、私ピンク履かせていただいたんですけど、なんかピンクでもそんなに可愛すぎず、かっこよくなんか履かせていただけたし、うんうん、そうなんですよ。そう、デザインもすごい、そこがやっぱり僕たちのこだわりで、うん、まあ、どうしてもウォーキングシューズって茶色い革のやつとか、そう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 、黒い革のやつとか、そうグレースとか、ね、よくあのテレビのなんか困ったコマーシャルの、ね、よく売ってる靴でしょ。あの、はい、ね、そんな感じなんですけど、僕らがやりたいことってやっぱりキーンっていうブランドなんで、やっぱかっこよかったりとか、うんうんうん、まあどこにでも履けるとか、アウトドアって言っても、まあ、街もアウトドアなんで一歩外出れば、あ、そうだよね、だからこういった今の代々木公園のところ歩いてもらうとか、もうめちゃくちゃこうファッションにも合わせやすいし、で履いててちょっとスニーカー感覚にもなるし、ちょっとハッピーになるようなウォーキングシューズ。この発想じゃどこから来たの？ウォーキングをよくしてるからっていうこと？はい、これはですね、もともとブランドがですね、アウトドアでフィールドが始まってるんですけど、まあこれコロナっていうところもあったんですけど、うんうん、まあ、開発者がローリー・ジュニアと、まあ、ブランドを立ち上げた人の、まあ、息子さんになるんですけれど、うんうんうん、その人がこうスキーをやっている時に大怪我をしまして、でその時に、どうしてもネガティブな、気持ちになってたところを、歩くことでちょっとこう気が晴れる瞬間があったと。となるとやっぱり今なんかコロナ禍で、はい、気持ちがあの冴えてたりするところの気持ちを晴れるには、ちょっとウォーキングして気持ちを、晴れやかに、もうちょっとポジティブにしようっていうところの発想から、じゃあどういう靴がいいのかなと。だからウォーキングシューズを作ろうとしたんじゃなくて、気持ちよくなる
もっと楽しくなるために作ったらたどり着いたのがこういったウォーキングシューズだったというような形になってます。こういう話聞いてると、はい、ユニーク作った時もさ、はい、靴の部分を1個減らすっていう感じで作ったじゃん、ね、はい、発想すごいね。そうなんですよ。これね、なんとこのウォーキングシューズ作った人もユニークを開発した人なんですよ。なのでもう今までの世の中に全くないものを作り出す天才、もうその人が、ね、はい、考え出したシューズになってます、ね、そのユニークのこと聞いた時に、はい、わざとなんか1個何を抜けば面白い靴できるっていう ね、 うもう本当にそこがね、もっと世の中にないもの、まあそれがキーンらしい、ちょっと楽しみだし、うん、皆さんへのサプライズになるかなと思ってます、はい、さすがオレゴンって感じだよねもうやっぱクリエイター集団が集まる街なので、本当にいろんなものが生み出されてるところですから、ね、はい、オレゴンもじゃあよく行くんですね。過去はちょこちょこは行ってましたけれど、まあ、今コロナ禍でそんな行けないですが、またね行ってなんかいろいろ新しさだったりとか、そういうクリエイティビティをどんどん吸収したいなと思ってはいますけど、はい、あそこなんか古いものも残ってる街だからね、まあ、そのミックスが本当にね、あそこ美しい街ですよ ね、 最高ですよ、はい、塩さんは行ったことある？オレゴンはないですね。うん、ハワイばっかりだもんな、塩ねそんな、なんか、いやまあでもね、多くなっちゃうんですけど、まあでもだんだんコロナ禍も緩和されてきたので、本当にみんなね行かれるように、海外に行くようになってきたので、はい、楽しみですね、はい、また今度、はい、で今僕履いてるのも、はい、持ってるのも黄色だけど、はい、いろんな色作ってるでしょ。もちろん、ですね、今シーズンは、4色やってます、この黄色のものと、あとはオールブラック、ブルー、グレーがメンズで、あとウイメンズは、今、履いていただいてるピンクと、はい、あとは、薄い、グレーみたいな感じのカラーがあるんですけれど、はい、メンズもウイメンズも4色ずつやってます。塩さん履いてる、これ自分で選んだ色なの？そうちょっと雰囲気に合わせてみたんですけど、いやめちゃめちゃ似合ってますありがとうございますあんまり言わないでよ難しいなんですよ。でもね、グレーにしてもこのピンクにしても、はい、ピンクっていうとちょっと皆さんどんな色をイメージするかわからないんですけど、うんうんうん、すごいなんかな、くすみピンク、今年の流行りっていうか、あ、そうですね、うん、割と何でも合わせやすいピンクなので、はい、今日ほらデニムにこう合わせてもすごいなんか可愛いかっこいい感じにって自分で言っちゃった。自分で言っちゃってるよね。今そこまで言っちゃうのかと思っちゃって。でもね、いや似合ってますよ。ありがとうございます。でもね、本当に歩きやすくて、はい、ちょっと外をこう散歩したんですけど、うん、すごい気持ちよく歩けます。もうありがとうございます。でもさ、この今のテーマさ、Life is King さ、はい、これ本当普通のライフに使える靴だよね。そうですね。もうなんかどこ行く用とか山用とかね、水辺に行くとかじゃなくてもいつでも履けるので、まさしくライフインズキーン、まあ楽しんでもらうにはもうこれ履いてればどこでも楽しくなりますし、気持ちがどんどんテンション上がるようなシューズになってますね。いいな、俺もちょっとこれ履いて気に入っちゃってるんだよね。今日この私たちがはい、この放送してる目の前のブースにもこのスニーカーがたくさん並んでるので、そうですね、遊びに来た方ぜひ中に入っていろいろね、見ていいんですよ、はい、買えるんですか？もちろん販売ももちろんしてますし、あとは全サイズ、はい、試着できるようになってますので、例えばこのイベントの中歩いていただくことももちろんできますし、試着できる、はい、車屋さんみたいだね試乗できちゃうでも車屋さんよりシルバーの白黒だけじゃなくて黄色もありますね、はい、もうねこれ本当車みたいにこうなんだろうな、乗り心地、うん、言い方はあれですけど、そう、ね、靴って履き心地って言いますけど、僕らはなんかちょっとこの乗り心地を楽しんでもらいたいっていうのもあるので、うん、ぜひ足を通していただきたい、うん、であとは我々、ガラージっていう、まあ、直営店ですねが、テラスモール湘南の方に、ありますので、そちらでトライオンキャンペーン10日間の、トライオンキャンペーンやってますので、ぜひ気になる方はそちらで履いて楽しんでもらって、はい、ぜひこの気持ちだったりとかを、共有できたらなと思います。はい、これはこのスニーカーだけじゃなくて何でもできる、トライできるんですか？ですね、形自体は限られてはいるので、その辺は店頭でご相談いただければと思います。はいはい、いいですね、そのトライ10日間させてもらえて、はい、で気に入ったらそれを買わせていただくって、ね、今わざと気に入ったら分かった？気に入ったらですね気に入ったらね、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、そして僕ここでさ、リクエストを、ね、みんなから、ね、聞いてるんですけど、はい、どういう曲が好きなんですか？まあいろいろは聞きますけれど、今日選んだのは今年の、夏のフェスで楽しみにしている来日アーティストがいるので、その方の曲を選ばせていただきました。でもこのフーファイターズバンドさ、はい、この人もともとドラムだよね。はい、
そこ の, あのこのバンドのあり方もちょっと面白いじゃないですか、うん、メンバーが変わって編成がっていうところもなんかちょっとこう面白さを感じてるバンドなので、そう、はい、ドラマが歌うんだもんね、はい、今ギターと歌でね、そうですよね、面白いです、はい、well、じゃあこれあのウォーキングシューズ皆さんトライしてください、はい、そこでやってます、WK400 400、はい、まあ、WK400 400って書いてますけど、はい、400は何なの、あ、400ですね、ごめんなさい、重要なことだったんですけど、これ400が、このソールの、カーブの、半径400ミリの円のうちの一部を切り取ったっていうのもあるので、ちょっと物を見ないと分かりづらいと思うんですけれど、はい、あ、それを説明してくれれば見なくても分かるよ、そうなんですね、忘れてましたすごい重要な、いや、ありがとうございます後で怒られると思いました、よかった、じゃあ400 WK400、はい、Alright, and here come the Foo Fighters. Thank you very much、はい、Thank you. ありがとうございました